はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第266回でございます。今週のテーマが久しぶりにドハマりしたドラマということで、ドラマの話なんですけど、まあ自分がね、普段テレビをほとんど見ないんですが、ちょっとドラマ今一つハマってまして、でそれの話をしていくんですが、もしかしたらまあおそらくちょっと暗めの話になるかもしれません。そこはちょっと先に言っときますんで、ご容赦ください。で、先に今日はですね、下の方から話をしていきます。で、まず生放送ありがとうございましたということで、本日8時からですね、呼び乗りのたくみくんと一緒に生放送をきっとさせてもらったはずです。これ前日に撮ってるのちょっとわからないんですけど、その合わせてちょっとダラダラジオ、いつもね20時投稿なんですが、10時にずらして今投稿しております。で、まあそれね、来ていただいた方ありがとうございました。で、あと先週のプレミア公開のね、ダラダラジオ特別編もありがとうございました。ちょっとプレミア公開どうしても使いたかったのと、あとは、あの話をみんながどういう風に受け取ってくれるのかっていうリアルな反応が見たかったので、使わせてもらいました。すごい、チャット欄いいですね。なかなかちょっと勉強動画とかではまだ難しいところはあるんですけど、また、なんか、こう、特別な動画じゃないとっていう、ね、なんか風潮はあるんですけど、別に自分はあんま気にしてないので、ひょんな時になんか使うかもしれないんですが、その時またよろしくお願いします。で、下の方がですね、シャープ年末の配置って書いてあるんですけど、今更なんですが、年末1年のね、1年の一番最後にちょっとふざけた動画を撮りたいということで、質問コーナーっていうか、今日ツイッターで聞いた時に多かったやつで、まあ、ツイッターのその、タグですね、シャープ年末の配置ってつけてもらってツイートしてほしいんですけど、それかこの、ツイッターやってない方はこの動画の概要欄じゃなくて、コメント欄でも構わないんですが、質問コーナーか、リクエストコーナー、これはですね、勉強絡みでもいいですし、勉強絡まなくても構いません。で、リクエストも、こんなことやらせてみたいみたいな、本当歌ってみたら結構多いんですけど、その時の曲名も指定していただけると個人的にはありがたい。まあ何でもいいです。選ぶかどうかは置いといてですけど、言っていただければ、ちょっとふざけたのも、去年みたいなのをね、撮りたいなと思っていて。で、もう一個、割と最近多く言われるので、ちょっと募集したいのが、モノマネです。はい。レパートリーほとんどないんですけど、言われたやつを、ちょっとモノマネをするっていうのもありなのかなと思ってるので、結局、集めたところで何やるかってまだ決めてないんですけど、なんで、ひとまず質問コーナー、まあ質問と、リクエストですね。まあ、何でもふざけたものでも構わないんで、リクエストと、あと、モノマネ。それをもう年末の配置っていうタグをつけてもらったら何でもいいです。そのに関われば、モノマネの話でもいいし、リクエストでも構わないので、ぜひぜひツイートの方してもらえたらと思います。で、やってない方はこのコメント欄、もしくはメールでも構わないんで送ってください。はい。ということで、まあ、伝えることは伝えた。ということで始めましょうか。で、ドラマはですね、大恋愛っていうドラマなんですけど、戸田恵梨香さんと室津強さんが主演ですね、のドラマ。まあ、見てる方もきっといらっしゃるでしょう。今期で、1番か2番に視聴率がいいんですよね。で、自分もちょっとね、教えてもらって、で、まあ、途中からだったんですけど、見て、ドハマりしまして、本当に毎週録画してね、ちょっとタイムリーで見れることあんまないんで、録画なんですけど見ていますと、毎週号泣ですよ。もともと涙が、昔から涙もろくって、学生の時からで、まあ、見てて、まあ、涙なくは見れないんですけど、で、そのね、まあ、ざっくり、まあ、見てない方もいらっしゃる。見てない方は多分ね、この動画を見てないと思うんですけど、大恋愛って言われた瞬間に、ピッて止めちゃった方多いと思うんですが、ざっくり言うと、その戸田恵梨香さん、今、最終的には、ご夫婦に、今、結婚しててね、夫婦になってるんですが、戸田恵梨香さんの方が、MCI っていう、その若年性アルツハイマーの、前段階の病気で、そこから今若年性アルツハイマーになってしまって、最終的には自分の名前すら、その結婚相手の名前すら分からなくなってしまうっていう病気、まあ、進行性の病気で進んでいく、で完治しない病気なんですけど、になってしまったと。まあ、それをなった上の分かった上で結婚してるんですけど、でそれを室さんと、まあ、今息子さんがいるんだけど、その家族でっていう話なんですね。で、まあ、さ、10年間の恋愛を、で、来週最終回なんですけど、で、10年間の恋愛を、こう、まあ、彼女時代からこう描いていった話で、で、まあ、見てる方はね、すごく感じると思うんですけど、
すごく感情移入が してしまうというか、本当に演技が素晴らしいところが一番だと思うんですね、当然。で、演技が素晴らしかったりとか、あとはまあ、主題歌がね、バックナンバーのオールドファッションが使われてるんですけど、それが流れる瞬間とか、あとそのオールドファッションのね、オルゴールバージョンかな、あれはピアノバージョンか、が流れるんですけど、ね。で、見ていてですね、すごく思うことが、もちろん自分はね、その MCI でも、若年性アルツハイマーでもないんですけど、まあ、自分もちょっと持病があって、で、まあ、進行性というほどでもないんですけど、まあ、完治をしない病気をちょっと今一個患っててね、昔から。で、まあ、それをなんか重ねてしまったりとか、で、まあ、ちょっと違う面もちょっといろいろ重ねてしまうところはあるんですけど、こう、結構この活動をしていてですね、やっぱりまあ6年経ちましたし、で、まあ、ある程度ね、認知していただけるようになったんですけど、正直悩むことの方が多いですよ。うん、嬉しいこともたくさんありますしね、あるんですけど、悩んでること、まあもともと悩みやすいのかな、自分が。それもあるとは思うんだけど。うん、悩むことが多くてね。で、まあ、これ別に今まで動画で言ったことはないんですけど、実は、もともとさ、その、ちょっとうつ病みたいなのを患ってたって話はね、以前したことあるんですけど、実はこの活動中に、ちょっとその、うつ病というか、精神病がちょっとね、また出てしまって、精神科に通ってたことがあるんですよ。YouTube やってる時にね。そう、これは多分今日初めて言うんですけど。で、なんかそういった時のこととか、そういった時の自分とかもちょっと重ねてたりとか、まあ、病気のこともあってね。で、こう、ムロさん、ムロツヨシさんがね、言ったセリフで、ちょっと一時一句はちゃんと覚えてないんだけど、こう、やっぱ人生は、どう変わっていくかがわからないから不思議なものだみたいな。どういう風に幸せがあるかがわからないとか、あとは、そのドラマを通して幸せっていうのはやっぱり定義はないよねっていうのをすごく感じるの。人にとって不幸せだと、周りの人が他人が不幸せだということであっても、自分が幸せだって思うことであったらそれは幸せなんだよねっていうのをすごく感じるというか、思わせてもらうドラマなんだよね。で、正直ね、その今週とか、そうと最終回の1個前かのやつを今日見たんですよ。昨日見て、で、今日も見たんだよね、確かね。そう、仕事の休憩中にさ。で、なんていうのかな、まあちょっと感情があまりまとまりきれてない状態で喋ってる、まあちょっとその感情と、こういうちょっと揺られた感情のまま喋った方がいいなと思って、意図的にこのタイミングで今撮っちゃったんだけど、こう、例えば、まあ、自分にしてもそうだし、みんなね、悩んでるみんな、まあ、悩みを持ってる学生のみんなにしてもそうだと思うんだけど、幸せっていうのはさ、やっぱり簡単に手に入るものでもないと思うの。そんなにさ、そんなに、大きな幸せがさ、いっぱい道端に転がってるわけではないと思うんだけど、でも、こう、誰かに幸せだよねって、君は幸せだよって決めてもらうことではなくって、やっぱり自分自身で幸せだって、思うこと、思えるように生きることが大事なのかなって思ってるの。自分もその病気のことだったり、その精神病のことだったりとかあって、正直これこんだけさ、YouTube やってて、まあたくさんの方にこう勉強をできるようになりました、たくさんたくさんさ、ありがとうございますって本当たくさんもらえる の感謝の言葉っていうのをたくさんいただけるのに、それでも欲張りなのかな、自分がなんつーのかな、自分の活動が人のためになれてんのかなってこう分かんなくなってしまったりとかすることがあるのね。で、それですごい信頼できる人に話を聞いてもらって励ましてもらうとかも結構あったりするんだけど、俺は。でも、まあ、そういうドラマだけじゃないんだけどさ、まあ、そういうのを見てて、自分が決めないと、自分が、なんだろう、
そうで役に立ってるよって風に認めてあげないとやっぱダメだよねっていうのを、いつもそこをね、行ったり来たりなんだよね。基本的には役に立ってるよ俺って思ってるの、普段は。多分ね、人生の 90% ぐらいはそう思って生きてると思う、今は。でもその残りの 10% の時間、いつもね絶好調ではどうしてもいられなくって、自分はこう落ちてしまう、気持ちが落ちてしまう瞬間が出てきて、そういった時に、まあ、今はそういう話になっちゃうね。そういう風に落ち込んじゃうというか、なんかきっかけがあるとね、そういう風に思ったりしてしまうんだけど、でも、まあ、本当に今回このドラマを見て、まあ、最終回見てまた違う感情が出てくるとは思うんだけど、やっぱり俺が何歳まで生きれるかもわからないし、正直ね、病気のこともあるからさ。でもやれることはしっかりというか、やれることはやって死にたいなってすごく思ったの。うん、思ってる、それを。まあ、もともと思ってはいたけど、余計にそう思った。うん、自分はさ、あんまりこう影響力わーって出せる方、まあ、インフルエンサーみたいになれるタイプでもないし、こう、ただただ、もうなんだろう、授業をするとか、しかもその難しい問題とかもあんまできないからさ、基本的なこととかを教えることしかできないんだけど、でも、ほにゃららしかできないっていう風に、結構学生のみんなもやっぱり言ったりするんだよね。これしかできないとか、あれができないって言うんだけど、でも逆を返せばそれができるんだよね。うん、自分のことを卑下すると、これしかできないって言いたくなるんだけど、でも、これができるんだっていうのは、やっぱりそこを大切にして生きていきたいなっていうのをすごく思いました。まあ、まとまんないよね。まあ、ちょっと今回はこれで許してください。伝えたいことは伝えたかな。みんなにもそういう風に生きてもらえたらなって思います。すごくね。はい、おそらくこれ生放送さ、見ていただいた後にこれ見てると、すっごい温度差感じてると思うんだけど許して。どっちも、配置なんだけどさ。そういう、なんか振り幅がちょっとあるんだけど、テンションの幅ね。まあまあまあ、ダラダラジオはちょっと自分をさらけ出せるというか、好きに喋っていい場所だと勝手に決めつけてるので、まあまあこんな感じで、ありがとう。お付き合いいただき、ありがとうございました。はい。はい、ということで、じゃあ、今週のダラダラジオは、久しぶりにドハマりしたドラマ、まあ大恋愛ですね、を、まあきっかけに、ちょっといろいろ喋らせていただきました。ここまでね、お付き合いいただき、本当にありがとうございました。では、寒くなってきましたんで、みんなね、体調に気をつけて、体が一番だよ。体が資本だからね、体調に気をつけて、12月、いい12月にしていきましょう。では、またよかったら、来週も聞いてみてください。今週のダラダラジオはこれで終わります。以上です。ありがとうございました。